ブラキオレイドス訓練場オリジナルボス全開、負けた相手ですね。いや今度は勝つよ、今度は勝つよ。圧倒的対策、前回ねあのリレーズ無視の攻撃やってきたんで、これはもうプロテスで耐えるしかないでしょう。行くぜ耐えてくれ、よし耐えた、やればで切るじゃねえか。危ない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 、ベニオード起こす。オッケー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 、リレーズ無視っていうかリレーズキャンセルがついた全体技だったんですね。プロテスで耐えられますね。あ、そうか、デスペル付きなんだ、全部解除されたんだ。そうか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 、ヘイスがかけ直して、うわちょっとミスったかな。うわ結構これもしかして追い詰められてる。ちょっと待って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 、ルーさん出してリレーズかけとくか。一応全体攻撃来ても耐えるね。単体単体単体、忌まわしき虹って何。うわあぶね、リレーズかけててよかったあーこのパターン来てしまったかな。二択なんだってこれ。待って、ヘイストかけてみるか。ヘイスト覚えてないから使うだな、使うでチョコボの羽、あーチョコボの尾でいいか。お、もう一回来るじゃん。ここでチョコボの尾かけたあとどうするかだよね。ここだなー、ここだなー。全あーまたこの二択なんだよ。メガフェニーで全員起こして全体技来るか、自分にリレーズかけても意味ないよね。3550には絶対一発削られるもんね。マスター召喚倒せる HP じゃねえよなー。誰かに変える。いや待って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 、俺はすげえ技覚えてんだ今。迅速これだろ、取っててよかった。迅速、これでメガフェニだろ。よしよしよし、これでもう一回ユーナのターン来るじゃん。これからのリレーズ、いやしかもメガフェニじゃない、9999で起きんの、アレイズ効果ってこと、すげえな。え、そんなだったっけ。よーし、そっからのリレーズだな。まあユーナにかけたのはどうだったかわからんけど、まあ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 、あプロテス、オッケー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 、立て直した、あぶねえ。いや通常技で反撃断罪が来たことを考えると、もしかしてこれ魔法で攻める敵なんじゃないのか。特殊連続魔法、アルテマアルテマ、わきちらからのいいダメージ来てくれよ。22000、あいいねいいねいいね、これでだいたい5万くらいのダメージが出て、問題は反撃だよね。はいここ、あー断罪か。しかも死んでっちゃう俺ちょっと待って待って、プロセスかけてないのに俺魔法打ったろってさ、ぐさくすぎだろ。マジかよ、アホだな今俺。完全に断罪来たらさ死ぬ状態だったじゃんね。ちょもう一個もう一回もう一回やらせて、もう一回やらせて、勝てる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 。いやこんなところで本気を出すとは思わなかった、うちの核弾頭わっか、あ死んでるけどね見せてやりますよ本気メンバー、ワッカパイセン、この力を。
ですね、輪っか下げます。そう、言ってること違うけど、輪っか下げます。ちょっとプロテストが間に合わなかった。最初ね、先制取るために、アーロンさんは出してなきゃいけなかったですね。まずプロテストだな。いやー正直調子乗ったな、調子乗った。ここまでずっと勝ってたから調子乗った。謙虚に行こう。アーロンさんでしっかり先制取って体勢を立て直したところで、これをうちの核弾頭さん、ここだな。でここでヘイストかけて、でプロテスまでかけとこうか。でリレーズプロテスまでかけとこうか。よし、これで鉄壁ですね。何やってくんだ。通常攻撃か。さあ、帰っていかないの。超ティーダ見てるけど、どういうこと。さっきこんな立ち位置だったっけ。嘘でしょ。怠慢張ろうっていうのか。まあね、どうしようかな。カウンター断罪がめっちゃ痛いんだよね。超解除されちゃうんだよ。やっぱり断罪受けるんだったらなるべく一発はでかく当てたいよねっていうことで、奥の手出してしまいますか。いやね、さっきから奥の手とかなんか何回も同じようなこと言ってるけど、今回に限ってはガチ。見ろ俺のプレイヤースキルを。タクス最強アビリティだろこれ。俺の思いお前に伝えた。言ってくれ、輪っかさん。はいの、はいの、ファイト。どうせ断罪を食らうんだったらこっちとら。12回攻撃じゃい。つえつえ。やっぱな、どうせ断罪食らうんだったら12回攻撃したいよね。しかもこれ輪っかさ、また溜まったんだけど。これが本気。嘘でしょ。嘘、まぁ、あれ何、また調子乗ったってこと。攻撃できないじゃん。本当に調子に乗って申し訳ございませんでした、ブラキオレイドさん。ということで、もう減り下っていきましょう。敵は強いです、強いです。なんで私なんかがね、とても勝てるような相手ではない、とても勝てるような相手ではないから、ちょっとリレースさせていただこうかな。ちょっと申し訳ないけどリレースさせていただいて、じゃあちょっとみんなリレースさせていただこうかな。そしたらもう一回リレーズさせていただいて、これあれかもしれないですね、あの敵の行動パターンもしかして固定なんじゃないのかこれは。ということはつまり次のターン敵はきっと忌まわしき虹をやってくる気がする。ここはあえてリレーズだけかけた状態で一旦これを受けましょう。でこれでどうせ死ぬんで、まあいろんなのかけててもきっとここで無駄になるんで、ここを起き上がったところから試合再開。しかもね、今あそこで忌まわしき虹をやってきたっていうことは多分行動パターンが決まっておりますので、次にやってくるはおそらく、プロテスですね。
ほら、やっぱりプロテスだ。これは読めてきたな。いや、しかしここでおごってはダメ。謙虚に行きましょう。で、今この状態、キーラとユーナがプロテスかかってるので、おそらく断罪は2人は耐えますね。ワッカは死んでしまいますが、まあそこはフェニオで、オトフェニで起きてもらって、ここは一発攻めることにしましょうか。あ、HP 回復してから、あ、関係ないか。これはオーバードライブなんで、HP 関係ないですね。喋りながらルーレット揃えるの怖いな、ミスりそうで。これで、5万かける12回、60万ダメージくらい出させていただきましょう。4万くらいでしたね。よしよしよし、計画通りで起きるだろう。敵のターンなの？あっぶね、単体だ。あれか、あの攻撃ディレイついてんのか。あ、違う、こっちが、フェイスト切れたから敵のターンが速くなったのか。うわ、怖っ。でも今のが単体攻撃っていうのは嬉しいね。いくら強かろうが単体だったらこちらは何も負ける気がしない。あ、やばいやばいやばい、負けるかもしれません。はい、なんでね、しっかり対策していきましょう。おお、ここは通常殴りですね。どっかで敵の行動がループしてくれたら分かりやすいんだが、一回受けよう敵の攻撃。あ、今秋に戻った、ループした、ループした。オッケーオッケーオッケー、これでリエーズ起きて、で次は攻め時だな。次敵プロテストしてくるから、その一ターン、この一ターンでワッカがオーバードライブすればいいんだ。見えてきた。あ、なんでもないですね。まだ苦戦しそうです。はい、よし、全員にプロテスが入ってますね。この状態で断罪を受ければいいんだよな。オッケー。ここでフェニオで起きて、ティーダのターン。エース側が入ったらもしかしてみんなが動けるようになるかな。あー、ならないのか。次は確か単体で超強い、何でしたっけ、なんかが来るんですよね。なんかが来るので、一応ヘイスがかけて、一人はちょっともう一回、これだ、収束魔法陣、もう一回ヘイストかけましょう。もう一人はユーナさんを起こして、これでワンループだね。で次また通常攻撃から始まるんだ。いけるじゃん。ワンループ生きたってことはもう無限ループずっと。あー、いけない、癖が出た。行動パターンが変わるかもしれない。とりあえず行動パターンが変わるまではこれを繰り返してみましょう。うわ、リジェネとかやってくるのか。デスペルだな、ちょっと待って、デスペルあるよね。デスペル打って消えてくれ。かかったか、やったか。デスペル効かないと結構きつい気がするな、今のは。プロテスから輪っか戻して打ちますか。
よし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 、大丈夫だ、まだまだ行動パターンは変わっていない、我に正気あり。いやーこれはね、死んでくれることによって状態異常がかからないっていうのが逆に嬉しい気がしますね。なんか今結構ね、状態異常多分かかってるエフェクトついてますもんね。あれ普通に食らって生きてたら多分大変なことになってる気がする。今ね、あの全員死んでリレーズで起きてるっていうのがね、逆に功を奏してますね。アレイズっていうのもね、確かね、覚えたんですよ。ちょっと使ってみましょうか。初かもしれませんね、アレイズ。あ、普通だった。あのさ、最後にシンと戦った時みたいになんか天使が降りてきたりしたらね、良かったんですけどね。今は式にゲージ。さあ、そろそろ敵も行動パターン変えてこないと、本当にこのまま勝ってしまうぞ、俺は。いや、作戦勝ちということなのか。いや、結構いいよね、この作戦ね。うまいことハマってる気がする。我ながら感心してしまうぜ。輪っかさんで、12回攻撃。やっぱ輪っか強えな、本当に。エースだわ。ワッカのオーバードライブが強いね。そして防御しておくことによってかなり耐えるっていうことが分かりましたね。防御状態にしとくのがいいですね。オッケー、倒した。いやー、いろいろ最初の方ありましたが、終わりよければ全てよし。逆転の鍵、ローゼンクロイツ。いや、勝因は何と言っても、おごらないこと。これ、大事。人生でもおごらないこと、重要ですね。あー、ローゼンクロイツはまたトリプルドライブ系なんだね。うん、あんまりいいアイテムじゃないかな。ということで、今回はね、ここまでにしときましょうか。今回ちょっとね、ブラキオレイドさんしかやってないですけども、まあね、次回は2匹くらい倒せるといいんじゃないですかね。次回の相手は違う。ネスラグさんですか。いや、ブラキオレイドスでも結構長期戦だったからな。カタツムリはやばいかもしれない。ということで、皆さんどうもご視聴いただき、ありがとうございました。